無意キンの紋章。無意キンは、ロシアのヤロスラブリ州にある都市。南から北へ流れるボルガ川砂岩の急な斜面に位置し、対岸では、ユホチ川がボルガへ合流している。人口は2002年国勢調査で6076人と、州内でも最小の市である。ボルガ川沿いの無意キンの 街並みモスクワから北東へ 233km、ヤロスラブリの北西 85km の位置にあり、40km 北のカ流には、ボルガ川をせき止めた人工コルイビンスク湖がある。この周辺でのボルガ川の幅は3 0 0ルから6 0 0ルになる。気候は大陸性気候で冬は寒く夏は短く、ボルガ川も11月末から4月末までは凍結している。 現在は、ボルガガークルーズの観光客が多数、無意識金を訪れている。無意識金の街並みは19世紀の建築の特徴を残していることで知られる。また街の規模に比して、非常に博物館も多く、街の名にちなんだネズミ博物館のほかバレンキ博物館、民族史学博物館、美術館などがある。無意識金から見たボルガガは、無意識金の街並み無意識金の、 マウスランドビーラムイシュキンという町の名は次のような言い伝えによる。ある公けが狩りの後でボルガ川沿いの斜面の上で一休みして眠っていた。しかし顔にネズミが飛び乗ってきたため公けはびっくりして飛び起きた。甲のすぐそばには蛇が迫っており、最初はネズミに怒っていた公けは、ネズミは蛇から命を守ってくれた恩人だったと感謝した。彼はこの地に セイボリストグレブのための聖堂を作るよう命じ、その周りにできた集落がネズミの町と呼ばれるようになったという。考古学調査によれば、この地には少なくとも11世紀から13世紀には小さな集落があったと考えられる。元はウラルゴ族の民族が多く、6世紀にはその中でもフィンウゴル系の民族メリアビトが多く住むようになったが、11世紀に東、 スラブ人が進出し、メリア人は同化されていった。ユホチ川の河口の対面に位置するボルガ川沿いの急な斜面の上は、集落を作るには絶好の一致であった。12世紀にはこの地方は、北のノブゴロド公国と東のウラジーミルスーズダリ、公国の戦いが激しかったが、1238年のモンゴル帝国のルーシ侵入で荒廃した。 ムイシュキンは17世紀頃まで小さな町であり、15世紀から17世紀まで様々な公や修道院の領地となってきた。ムイシュキンの住民は、近くにあったボルガ川の南小を船が通る、再の水先案内人として活躍し、ムイシュキンを交易の拠点にさせることに成功した。1777年、エカジェリーナ2世紀の改革により、 市としての地位を与えられ紋章が定められ、新古典主義建築による都市計画も行われた。19世紀には、無意趣金は、最盛期を迎え、バターや卵、パン、布などを作って、首都サンクトペテルブルクへと販売し、豊かな商人が多く輩出された。商人たちは資金を出し合って、図書館を作り、今も貴重書などを多数所蔵していることで知られる。 ソビエト連邦時代には都市型集落に格下げされ、ルイビンスク古建設で無意出勤に属する村も多く水没した。1991年に再度市に昇格している。ありがとうございます。